CHR4WD ターボのミッションは CVT です。そして変速モードが3種類あり、それらはエコノモード、ノーマルモード、スポーツモードです。しかし私は普段エコノモードは使わないので、今回はノーマルモードとスポーツモードの2モードに関してご紹介していきます。街中走行の想定でノーマルモードの走行です。 60km のエンジン回転にご注目ください。ノーマルモード 60km 約1400回転。ステアリングのボタンを使い、ノーマルモードからスポーツモードへ走行モードを変更中。そしていつもの 4WD 表示へ。アクセル回路はノーマルモードと変化なく、アクセルに足を置く程度の感覚です。加速中でもノーマルモードではめったにない2000回転オーバーまでエンジン回転が上がっていきます。60km の巡航のエンジン回転数は約1800回転です。ノーマルモードの1400回転分約400回転アップしています。想像してください。今皆さんは峠を走っています。下りでは目の前にカーブが迫り、そして上りではより力が欲しい場合、例えばCHR でもこのようなシフトダウンが可能です。しかも D モードで。これからシフトダウンという言葉を使いますが、冒頭でのご紹介の通り、 CHR のミッションは無段階変速の CVT ですので、有段ミッションのようなシフトダウンではありません。本来であれば疑似シフトダウンと言うべきなのでしょうが、あえてシフトダウンという言葉を使っていきます。ご了承ください。速度の落ちとエンジン回転の上昇に注目してください。エンジン回転が約2000回転から約3000回転までグリッピングとともにシフトダウンします。この方法を使えば峠だけでなく街中でもノーマルモードよりかなり快活な走りができます。ただし日常のブレーキより動力が必要な分だけノーズダイブするので、峠の下り道が理にかなった使い方だと感じています。